丈夫、楽ちんですね。スマートファーミングで農業は日々進化します。お米作りもどんどん快適にスマートに変わってきているんですね。ここまで5つの年代を見てきました。皆さんが普段食べているお米、すごく大変な農作業のおかげで皆さんの食卓に並んでいます。普段何気なく食べているお米は長い時間をかけたたくさんの人の工夫と努力の結晶なのです。お米作りは進化する。